はい、どうも、ともきーです。今回は噂の午前試合で、えー、どれぐらい稼げるのか、まあ、えー、初心者のね、僕でもできるのか、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとね、いろいろ検証しながらやってます。はい、区内打って、手裏剣打って、あ、終わった。あっという間。やばいね、これね。10秒経ってないんじゃないこれ。あのー、 倒すまで攻撃当ててから倒すまで10秒経ってないですよね。ていうかあの今、手のひらに何もなかったような気するんですけど気のせいですかねちょっともう1回見てみますいやー気になるのはちゃんとね確認しないと多分だけどね手のひら何もなかったですちょっとゆっくりあ,あの角度が大事なんで角度。 この角度でけるかたぶんあもうちょいもうちょいあいけるかな,ももるかな <laughs> 何もないじゃんこれ何もなかったですよね今。 はい、それではどのように忍術の、えー、攻撃力を上げているかというと、えー、まずは能力開発、社での能力開発で、えー、忍術ですね、ここをメインに上げていきます。で、他はほどほど、えっ、ー、とね、あんまり低いとね、例えば5だと、えー、と持てる、えー、装備できるものによっては、動きがめっちゃ遅くなるんで、多少はつけてます。はい、多少、11ぐらいね、あつけてますね、他は。 早、はい、と後半になってくるともっと必要っていう装備が出てくると思うんでその時はまた、えー、このゲーム振り直しが効くゲームなんでまたその時は振り直していきたいと思っています早、はい、と忍者のスキルのとこでは、えー、手裏剣区内の、えー、とこう項目を重点的に上げていってます、えー、とまだ振り直し途中で、えー、今度ね、えー、この、えー、おすすめの振り方を紹介、えー、できるかなと思います はいえあ、ー、と、ね、後を上げる項目としては、えーとですね拠点線の、まあ、茶室のとこで変えれるんですけれども、ここで、はい、勢力を決めれるんですが、ここをえーとですね、はい、こちら、滝側にしてます。えー、こちらにすると、忍術、実力がプラス40ということで、ダメージアップを期待することができます。 はい、こちら人気で今結構上位なんですけれども、えー、手裏剣と陰陽術はめっちゃ強いゲームなんで、はい、ここは人気ですね。はい、では装備の紹介なんですけれども、えー、忍術の、えー、項目を振ってると、こちら鎖側の能力が上がるんですけれども、えー、武器に関してはそこまでね、えー、気にしなくていいかなと思います。えー、好きな、えー、得意な装備でいいかなと思います。 はい、それでは防具の紹介なんですけれども、えー、現在はソハヤシュを付けてます。えー、後半になると装備を変える予定ではいるんですけれども、えー、とりあえずね、現在はソハヤシュで、はい、こちら焼き直しで頭装備には忍術、術力、こちらをつけてます。はい、あとどうにも実力アップをつけてます。あと忍術が消費されないっていうのもあるんで、それがね、出てくれば、陰陽術が消費されないとちょっと交換しようかなと思ってます。 はい。固定にも実力アップをつけて、あと手裏剣区内のダメージアップ、あとは忍術が消費されないをつけてます。はい。膝鎧なんですけれども、こちらも実力アップをつけることができます。はい。他は、えー、忍術に関する、えー、能力はなかったと思うんで、他に使えそうなものをつけている感じですね。はい。足防具も忍術に関する項目としては、実力アップをつけております。 はい、そして、ソ素配州の備え効果としては、妖怪に関するものがほとんどなんで、ここを忍術に関する備え効果の装備セットに変えると、さらなる攻撃力アップができるかなと思います。はい、それではご視聴のありがとうございました。またいろんな攻略動画アップしていきますんで、よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。